マガブン、漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガブン漫画バラエティチャンネルです。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで今回は、終わり方が特殊すぎてマジで一瞬頭真っ白になる衝撃短編を紹介。終わり方がめちゃくちゃ気分悪かったり胸クソな作品はよく紹介してるが今回もそんな感じか。今回はその感じとは少し違う感じだね。一体どんな感じで違うってんだよ。今まで大概の衝撃的な結末の作品は紹介してきたはずだぞ。それで言うと今まで紹介したことがないタイプの衝撃的な結末だね。本当に一瞬パニックになる終わり方をする作品だからね。今までかなりの数を紹介してきたがそのどれにも当てはまらない衝撃的な終わり方って一体何なんだよ。とにもかくにもどんな作品なのかとっとと教えてくれや。それでは早速紹介していくよ。マガブン漫画バラエティチャンネル。今回紹介する作品は勝見風太郎先生の紫波32という作品。本作はアップコミックから電子書籍化されて発売している短編だよ。勝見風太郎先生は前回の動画で紹介した先生だよな。前回紹介してた作品もかなりヤバい作品だったから期待できそうじゃねえか。前回の動画はまだ見てくれてる人が少ないんだけど結構好きな人も多いと思うからぜひ見てみてほしいよ。一応今回初見の人のために簡単に勝見風太郎先生を紹介しておくと、数多くの短編作品を書いている先生でどの作品も SNS でヤバすぎる奇書すぎると話題になっている先生だね。あと前回も言っていたんだけど私も SNS 経由で勝見先生に連絡をもらって作品を知ったんだよね。前回言った効果かまた結構な数の漫画家先生から X に連絡が来ていろんな作品見つけれたよな。まだまだメジャーじゃない作品もたくさん知れたからぜひ楽しみにしていてね。それはそうと今回紹介する作品は一体どんな作品なんだぜ。ある宇宙人が地球で凶暴な異星人と戦う話だよ。アクション、バトル、SF、なんかいつもと毛色が違うな。えてしてそういうジャンルの作品はうちのチャンネルの視聴者に刺さらねえが大丈夫なのか。確かにジャンル的にはあんまりみんなが求めている作品じゃないよね。だけど本作はジャンルがどうだとかって作品じゃないんだよね。なんかすげえ物言いだけどどういうことなんだよ。この作品はたった32ページの作品なんだよね。そしてこの作品はラスト4ページの斬新かつ衝撃的な結末だけで価値がある作品なんだ。これまでの漫画の歴史を見ても存在しないくらいの結末なのか。本当にごくごくわずかに存在はしているパターンなんだけどかなり特殊で衝撃的な結末なんだよね。そこまで言うならラスト4ページのためだけでも見る価値はありそうだぜ。その宇宙人同士がなんで地球で戦ってるのかとかはまだよくわからねえがな。その辺は続いての内容紹介で説明していくね。かなり気になってきたからそろそろ頼むぜ。それじゃあそろそろ内容に入るね。よろしく頼むぜ。マガブン漫画バラエティチャンネル。ここからはあらすじや魅力を紹介するにあたって少しネタバレが含まれるから未読の人は注意してね。概要欄に本作をお得に読めるリンクを貼ってあるから気になった人はぜひそこから読んできてね。それじゃあ行くよ。本作の始まりはある会社の面接から始まるんだ。候補者は3人いるんだけどそのうちの1人が明らかに様子がおかしいんだ。どんな具合におかしいんだ。自己紹介を求められると、ボルトとヘビが交差するカレーを洗濯機で踊らせて縁に報いるセミの嘔吐をつま弾きました、と謎の自己紹介を始めたんだ。止められても味噌スープマリシテンカブトムシのイチジクのタルトと意味不明な言葉の羅列を続けたんだよね。この自信満々の表情は緊張しすぎてイカれちまったとかってわけでもなさそうだぜ。そして何かを調整し終えたのか突如普通に戻って面接官に話しかけるんだ。ヤギ岡という社員に向かって大事な話があるから仕事が終わり次第ファミレスに来い。来なければスナックのママとのことを奥さんにバラすぞという脅し付きでね。なんでそんな面接官のプライベートの弱みをこいつが知ってんだよ。もうみんなわかっていると思うけどこの変な男が主人公であり宇宙人の教伝という男なんだ。まあさすがにそうだろうなとは思ったぜ。そして奥さんにバラされるわけにはいかないヤギ岡は指定された通りのファミレスに向かうよ。そこで教伝に自分は宇宙人であることを告げられるんだ。隠すわけでもなくそんな速攻でネタバラしちまうのか。
当然全く信じていないヤギオカになぜ自分が地球に来たのかという説明をするよ。一体どんな理由なんだぜ。経伝の星は凶暴な異星人と戦い続けているらしいんだ。しかし勝ち目はなく宇宙協会に協力してもらうしかもうその戦いの勝算はない状態みたいだよ。そして宇宙協会が協力してくれる条件というのが地球人に接触し友好的な関係を築くことらしいんだ。あまりに口頭無形すぎねえか。当然ヤギオカもそのような反応を示すんだ。だからヤギオカはとにかく一旦証拠を見せてくれと要求するよ。まあそりゃあ話はそこからだよな。すると教伝はストローを取り出し宇宙人は自分の道具を地球に馴染むように擬態させてると言うんだ。それでそのストローの正体は何なんだよ。ストローは強制睡眠導入装置という道具らしく教伝が起動すると周りの人間が一気に眠りについてしまうよ。確かにこれぞ宇宙人の道具って感じの威力だな。しかし教伝は道具の出力を間違えてしまいファミレスの外にいる人間にまで効果を及ぼしてしまったんだ。とりあえずその場から逃げるために駅に向かうんだけど教伝はお金がなくて切符をヤギオカにおごってもらうよ。電車には乗ったもののさっきの効果範囲があまりに広かったために教伝を追って地球に来た異星人に居場所がバレてしまったんだよね。それってつまりどういうことだぜ。いつ襲われてもおかしくないって状況だね。そしてその時はすぐに訪れて電車の中で車椅子に乗った人をヤギオカが手助けしようとすると早速現れやがったってわけか。教伝は傘や爪切りに擬態させていた武器を使用し襲いかかってくる多数の異星人に対抗するんだ。ただ防戦一方になり逃げ出そうとした時に背中を向けたヤギオカに異星人は凶弾を放ったんだ。しかしそれを教伝は身を挺して守ってさっきの切符の貸しを返しましたと言うんだ。なんか激しく急展開でついていけてねえが大丈夫か。まあ細かいことは気にしなくて大丈夫だよ。そしてなんとか逃げて教伝が再度追い込まれたところをヤギオカが助けて名台詞を言ったりの間に完璧な信頼関係が構築されたんだ。任務も達成したと満面の笑みを浮かべた直後にただでさえついていけてねえのに今度は何なんだよ。生き延びていた異星人に教伝は頭を打ち抜かれてしまうんだ。それでもどうせ生きてんだろ、次はどうなるんだよ。ヤギオカも絶叫し物語は最終段階に入っていくんだ。ヤギオカが覚醒して異星人ぶん殴るんじゃねえのか。さゆりのばあちゃんみたいなパターンではないね。ここまで紹介してきたのが32ページ中の28ページなんだけど本作の本題はここからの4ページなんだ。ここまで急展開でハイペースだったのもこの結末ゆえのものなんだよね。絶対にここから4ページでラストを読んだ瞬間一瞬はフリーズするから本当に自分自身で体験してほしいよ。概要欄からだと60円くらいで読めるしたったの32ページだから少しでも気になったら見てみてね。その値段ですぐ読めるなら自分で体験した方がさすがに良さそうだな。ということで今回はこの辺で失礼するよ。それじゃあまたね。